ここからは永谷園とご覧のスポンサーの提供でお送りします。違うんですか？違うと今、番長さらしかなと一瞬思われた思ったんです。 あれもほら、あの死にますよね。そうですね、怖い話。1枚2枚つってね。東山君、僕は中心蔵かなと思って、やっぱりこう2つ大きいの出せばお客さんがバッと入るよ。なるほど、そういう意味でね。さあ、それでは正解をどうぞ。文政8年7月の初演の記録によると、驚くことに東海道四谷怪談はこのように上演されていた。まず幕が開くと驚いたことに始まるのは忠臣蔵だった。その忠臣蔵は六段目寛平の切腹まで行われる。シュートドラそれからいよいよ四谷怪談。だが当時芝居は日没までとなっているので、なんと四谷怪談は一番の見せ場を前に三幕目で終わってしまう。そして翌朝午前6時から舞台は四谷怪談最大の見せ場、音棒堀の戸板返しで始まる。またも知りおぬ。その後も忠臣蔵と四谷怪談が交互に上演され、最後は忠臣蔵の打ち入りの場で舞台は終わるのだ。昔から一つのしきたりみたいなのありましてね、歌舞伎では本当のその庶民の生活を描いた芝居は誰でも知ってる歴史的な芝居の世界にこうはめ込むっていう、ですから、忠臣蔵を1番目として、その裏の庶民の世界っていうんで2番目として、四谷怪談を上演すると、そういう形式っていうのは、ね、昔からのしきたりなんです。どうやら作家の鶴屋南北は忠義の芝居忠臣蔵に不義密通の芝居四谷怪談を加えることで新しい歴史劇を作ろうとしたようである。国立国会図書館、この地下奥深い貴重本書庫に奇妙な幕府の公文書がある。お祝いなり来遊書き上げ、四谷怪談の異常なヒットに関心を持った幕府がお岩事件の真相を調査した記録である。記録によると事件は上京年間、つまり初演の140年ほど前に起こっている。事件当事者は養子の田宮伊右衛門と妻の岩。事件は妻の岩が眼病を患い醜い顔となり、それを夫が忌み嫌ったため岩が鬼女のようになって狂い死に、以後田宮家で18人もの変死者が出たので、お祝いなりを立てたところ、たたりはやんだとなっている。実はそのお祝いなりは今も四谷に残っている。そこを訪ねてみると驚くべきことが分かった。実はこの神社の宮司は伊右衛門とお岩の子孫であり、お岩は幽霊になるような女性ではなかったという。非常にね、まあ、家を再興してくれて、まあ、私どもは定女の鏡だと思っております。田宮さんの話では伊右衛門とお岩は大変仲の良い夫婦で、潰れかけていた田宮家を2人が力を合わせて立て直したが、ちょうど家が良くなった頃伊右衛門が他の女性と浮気をするようになり、それを気にかけていたお岩が病死してしまう。そんなお岩をかわいそうに思った近所の人たちが、定女の鏡として田宮家の庭にあった小さな稲荷に彼女を祀ったのが、そもそもお岩稲荷の始まりだという。そんなかわいそうなお岩を怖い幽霊に変えたのは鶴屋南北だった。南北はその頃品川で起こった戸板に男女が縛り付けられた変死事件や天然痘騒ぎを結びつけ、怖いお岩さんの登場する四谷怪談を作り上げたのである。あまりにもね、はい、鶴屋南北のその劇が皆さんの頭にこびりついていて、あたかも私どもがああいう子孫だと皆さんが思ってらっしゃる。幕府の公文書も
どうやら四谷怪談に影響を受け書かれたものらしい。東京巣鴨の妙光寺に代々の民家の墓とともにお岩の墓がある。お岩が死んで300年を超えるが、今もお墓に願をかけに来る人は絶えないという。一体人々は何を願ってお岩の墓に手を合わせるのだろう。ということで、昔はこの四ツ谷怪談と忠臣蔵を一緒にやっていた。ただこれどう考えてもお芝居の質がね、全然違うものに僕ら思っちゃって、なんで一緒にやったんですか、これ。ですから、赤穂というのが縁屋になってますね、うん、で縁屋家の浪人するわけですよ、家臣一同、でその一人が民谷伊右衛門であった。ははそして四ツ谷左門という、男も浪人をしてるんだけど、その娘がお岩であった。でこの二人が結婚をすると。で隣に住んでる伊藤喜平というのが、吉良上野介、芝居では河野諸能の家来で、家老職の裕福な家だったという設定にしてるわけですね。なるほど。ですから実際にあった事件は別にして、これは忠臣蔵との世界に持ち込んでいると、なるほど、いうことなんです。さあ、それではお話を続けます。先ほど七代目でこの時にだから、四ツ谷怪談ができて、はい、ね、で今度は八代目と移ってまいります。文政9年4月、七代目團十郎の家に青い目の来客があった。日本に西洋医学を伝えたことで知られるシーボルトだった。実はシーボルトはヨーロッパで七代目の浮世絵を手に入れており、江戸に来たらぜひ会いたいと願っていたのである。その頃、名実ともに歌舞伎界に君臨していた七代目は、我が子海老蔵に八代目を襲名させ、その絶大な権力を譲ろうとしていた。元祖以来演じられてきた演目を18集め、歌舞伎十八番と名付け、市川宗家の芸として定めてしまったのもその一つだった。歌舞伎十八番というのは、その市川家の歌舞伎十八番なんですね。まあ言ってみれば、権威づけですね。だから独占という気持ちもあったかもしれませんね。他へはやらせないんだと。代表的な歌舞伎の演目を独占し、自らは妻のほかに愛人二人と豪邸で暮らす七代目。江戸随一の人気役者とはいえ、こうした派手な暮らしぶりは武士たちの反感を買うに十分だった。天保13年6月、七代目は贅沢を禁じる天保の改革によって江戸十里四方所払いになる。江戸から追放された七代目は、元祖以来代々の團十郎が信仰する成田山新勝寺に一時身を置くが、やがて大阪に旅立っていった。こうして父の追放により16歳で歌舞伎界の最高責任者となった八代目は、端麗な容姿に恵まれたこともあって人気は日増しに高まっていった。そんな彼の人気に拍車をかけたのは幕府の表彰だった。追放された父の代わりに家を守る八代目を幕府は親孝行者として表彰したのである。この幕府の懐柔策とも取れる表彰によって八代目の人気は爆発する。芝居小屋には連日のように若い女たちが押しかけ、八代目が助六で入る水桶の水をとっくり一本一部というから現在のお金で3000円ほどで売ると飛ぶように売れた。さらには八代目の炭をお守りにして売る者まで現れたのである。嘉永6年、八代目は彼の代表作キラレヨサを初演する。おとみ、お久しぶりだな。土地の大家分の愛人おとみに一目惚れしたのが元で、全身なぶりぎりにされた与三郎。その与三郎とおとみが数奇な因縁で3年後に再会する。むしろ俺も見忘れ、美貌の影ある男与三郎。
瀬川徐行が八代目のために書いたというこの話は、徐行が八代目の心の奥底に潜む影の部分を見抜いて書いたのかもしれない。切られ与謝の初演から間もない安政元年8月6日、八代目は大阪の宿で喉をつき自害したからである。遺書がなかったため八代目の自害の原因は謎のままである。当時人気役者が亡くなると死に絵と呼ばれる絵が売られた。八代目のために作られた死に絵は300を優に超える。その中に八代目の自害の背景を描くものもある。当時大阪には江戸を追放された父の七代目がおり、多額の借金を抱えていた。その借金の肩に八代目は大阪の舞台に出ようとしたが、それは恩ある江戸の座元を裏切ることであった。そのため八代目は父と江戸の座元の狭間で悩み抜き自害したというのである。確かに当時七代目は借金を抱え、八代目が自害した日は密かに行われた大阪公演の初日の朝であった。果たしてそれが真相かは今もわからない。ただ八代目が異常な人気の犠牲者であったことだけは確かである。途中で東山君がっていう話がありましたね。なんで追放になっちゃうんだと。そうですね、それで息子さんが親孝行で表彰された。表彰だ。なんか政府のやってることはなんか矛盾が多いですね。よくわからない。私もよくわからないんですあの緩和政策取ったらね、今度引き締めやって、また緩和政策取るんですよ。コロコロ変わるだけだ。あのやっぱりね、今よりはよっぽど民衆の、あの意見を気にしてたんですね。さあちょっとお腹も空きましたか。今日は長い長時間なんでね。食べられるんですか何か。お芝居見に行くとほら途中でね、お食事をするじゃないですか。お弁当出ます、ね、うちもちょっと気使いまして、じゃあお配りしましょう。